皆さんこんにちは。東大西洋史でロシア史をやっています池田と申します。ローズニッツァの映画は解説を書かせていただいたりしてですね、何度かこのいろんな解説に読んでいただいてて、今日もまあそのご縁で、少しまあ30分ほどお話したいと思います。このキエフ裁判はですね、ロズニッツァの他の映画ご覧になった方は、部分的に見たところがあるかもしれませんが、バビーヤールっていう映画があります。バビーヤールっていうのはそのキエフの郊外でのユダヤ人の大量殺戮ですよね、ナチスによる。バビーヤールコンテクストっていう映画の中でこのキエフ裁判については出てきて、一部同じシーンもあったから皆さんの中には、あ、ここはつながってるんだなと思った方もおられるかもしれません。まあロズニッツァがバビーヤールの映画を作っている中で、キエフ裁判のフィルムがアーカイブにあることを発見するわけですよね。それで、かなり大量にあるから、これだけで一本の映画作れるんじゃないかということを考えて、今回皆さんご覧になった映画を、まあ、作ったわけです。それで、まあ、この裁判そのものは、まあ、46年の1月です。まあ、戦争自体は45年の5月に、まあ、終わるわけですが、ナチスは負けるわけですけども、46年1月に行われている。それで被告はですね、まあ、ナチスのドイツ人たちですけども、取り調べ自体はモスクワで行われたということです。モスクワで行われた後でこのウクライナの首都キエフに移送されて裁判をやったということです。で裁判は、11日間やっています。まあ、この映画では、まあ、11日間というのはちょっとよくわからないですけど、実際には11日間で、それで被告は15人なんですが、死刑判決を受けたのは12人なんですね。だから3人は死刑ではない。今日の映画だと、まあ、死刑判決を受けた部分、そして死刑の部分というのが出てくるわけですが、3人は、少しまあ関与の度合いが低かった、あるいは地位が低かったというので、重労働です。これはまあ強制収容所で15年とか20年とかですね。それで、まあ弁護人は、まあ、一応ついてたはずです。まあ、実際にはソ連の裁判というのは弁護人の地位は非常に低いですから、もう形だけではありますけれども、ただ、まあ、この裁判に関しては、まあ、最初から処刑することはおそらく決まっていたでしょうから、まあ、弁護人の役割はほとんどなかったものと思います。それでですね、まあ、この映画の、まあ、私の印象としては、まあ、問題は非常に深刻であるわけですけれども、その証人の中にはですね、まあ、必ずしもその深刻さに欠けるような語りもあるんじゃないかという気がします。一方では実際に強制収容所に入れられてた女の人なんか出てきますよね。その番号を掘られてる、ああいう人たちの語りはもうこれは彼ら自身が死を覚悟している人たちですから、非常に重い証言になると思いますが、他方ではその町の人々なんかでですね、自分たちはユダヤ人がひどい目に遭ってるのを見ましたとかですね、ナチスがひどい目に遭ってるのを見ましたなんていう証言の中にはですね、やっぱりまあ当事者ではないせいもあって、なんというか、この例えば、女の人がもう連行されていく反響欄になってたというような語りがあったと思いますけども、あの人を彫刻にしたらば非常に辛い彫刻になるんじゃないですかみたいな感想を言ってる人はいましたけれども、ちょっとまあ、なんかなんとなく傍観者っぽいなという気はします。まあ、だからその手のですね、まあ、傍観者性っていうのは実はこの映画の一つの特徴じゃないかなと思ってます。だからもちろん、まあ殺される処刑される被告たちはですね、まあ、当事者なんですけど、まあ、彼らも自分たちは責任がなかったとかね、自分たちは命令を受けただけだということを言いますから、やっぱりどこか傍観者でありますし、本当の意味での当事者っていうのはもう殺されてしまった人たちですから、ここには起用がないわけで、周りの人はみんな生き残った人たちですよね。でそう考えると一番の傍観者は、まあ、本当の観客ですよね。それはその裁判所に来てる人たちもそうですけれども、やっぱりこの映画の一番迫力があるのは一番最後の処刑シーンですから、処刑シーンでキエフの市民たちがもう大勢出てきて、まあ、みんなで見物してるわけじゃないですか。でもちろん彼らはナチスドイツの占領の苦しさを知っているという点では被害者なんですけれども、ただ同時にそのバビーヤールコンテクストとかね、そういうものをロズニッツァの他の映画見ると分かる通り、結局ナチスがキエフを占領している間、ウクライナの市民っていうのは割とユダヤ人の苦しみを傍観しているところもあったわけです。もちろんかばおうとした人もいたでしょうけども、まあまり何もしなかった、まあ、ロズニッツァは、バビーヤールコンテクストの中ではそういうふうに言ってますよね。だからそういう傍観者的な人たちが
まあ、ナチスが負けて裁判になったといって、それでみんなで見物に来て、まあ、見ているわけですから、まあ、そこの傍観者性というものがこの映画の一つの特徴を、まあ、ロズリッツァが伝えたいのはそこなんじゃないかなという気が私は、しています。でロズリッツァ自身はですね、自分はこの映画で何を表現したかったかということをちょっと言ってます。それはね、どこで言ってるかというと、プラハに拠点を持っているロシアのインターネット新聞があるんですけども、そこでロズリッツァが言ってるのは、この映画で私が表現することができただろうと思う自分の唯一の態度は公開処刑に対するものですって言ってるんです。まあ、一番最後の公開処刑についての自分の姿勢だけはにじみ出させたつもりであると。で、私たちの文明がどのようなものであれ、そうした事柄を私たちは自らに許すことはできませんというふうにロズリッツァは言ってるんですよ。だから、これ被告はもちろんナチスであるからナチスの蛮行の話でもあるんですけれども、ロズリッツァ自身が強調したいのは、むしろソビエト国家が、公開処刑やると、でそれをみんなが見物していることの残虐性ですね、そっちの方に焦点があるということは、まあ、強調したいと思います。それでですね、ちなみにロズリッツァはですね、その公開処刑との関連で1本だけ映画を弾いています。私はあいにく見たことはない映画ですが、ポーランドの、クシシュトフ・ケシェロフスキー、ケシェロフスキーの映画で、殺人に関する短いフィルムというのがあるんです。1987年の映画ですから、もうなんというか、ポーランドの改革が始まっている頃ですよね。でその映画っていうのは、ロズリッツァの整理では、その映画は初めにおぞましい殺人を描くと、ついで犯罪者は捕まる、ついで取り調べ、それから国家が彼を殺す、この刑罰は殺人そのものよりも恐ろしい。これがロズリッツァのこの殺人に関する短いフィルムについての、まあ、コメントなんですね。だから国家が死刑やるってことが怖いんだと。で、まあ、自分も今回の映画ではそうした姿勢を示したつもりであると言ってますので、だからまあそういう意味では、このまあ死刑映画特集っていうのは、まあ死刑制度の是非を問う、そしてまあ死刑に対して批判的な観点から問い直すって立場が多いかと思いますが、ロズリッツァ自身は、このここで描かれている死刑に対してはまあ非常に否定的であるということは、明らかです。それは単に国家がやるというだけじゃなくて、まあ、集まってきている群衆も含めてですね、むしろ群衆たちの無責任性ということが大きいかもしれません。で実際ロズリッツァの映画はもうこれまで結構配給会社のサニーフィルムが頑張ってるので何本もやってますけども、例えば、同じソ連ものだと、粛清裁判って映画が確かあったと思います。粛清裁判は1930年代初頭の、技術者に対するでっち上げ裁判の話でした。であれはまあ幸いなことに最後に、死刑判決とか全部その恩赦されますから、被告人は殺されないで済んでるんですけども、あれもですね、裁判もでっち上げだし、観客もですね、あるいはその裁判と裁判の合間に外でデモやってる人たちがたくさん出てくるんですよね。その要するに労働者国家の裏切り者を敵である技術者を殺せと、ブルジュアたちを殺せっていうようなことをやってる。まあそれと今回のこの映画の最後の傍観者たちっていうのはどうか重なると思います。あとはアウステルリッツっていう映画があります。これはソ連ものではなくて、ナチスの強制収容所が現在ツーリズムの対象となっていて、もう観光客がたくさん来てるわけですね。だからおよそその死者を悼むような環境ではない、でその観光客の姿をもうただひたすら延々と撮ってる、それだけの映画でして、結構まあ見てて大変なものがあるんですけども、でもまさにそれじっくり見てると、まあ、一人一人が、まあ、携帯電話でね、電話かけたり写真撮ったりもう笑ったりしてるという、まあ、それと今日の映画の群衆たちっていうのは重なるかもしれない、まあ、ロズリッツァは多分常にね、そうやって自分自身が何をすべきかってことを考えずに大きな流れに流されちゃう人のことを批判してるんだろうなと思います。彼自身はもうだいぶ紹介の機会いろいろあったと思いますが、周りの空気ってことを気にしない人ですね。あの人はその多分民族的にはベラルーシ人なんですけれども、育ったのはキエフ、まあ、ソ連時代のキエフで大学生ぐらいまで行って、その後映画監督になりたいと思ってモスクワに出てきてるわけですよね。でモスクワ出てきて、その頃にまあソ連が崩壊するというわけですから、彼は必ずしも自分が何人だってことをこだわらない、むしろそのベラルーシでもありウクライナでもありロシアでもありソ連でもあると、まあ、彼はもう芸術に生きてる人だから、まあ、芸術共和国の人なんですよね。でそうするとロズリッツァ自身は、ウクライナの、戦争が始まってウクライナの映画監督たちが
その国際フェスティバルからロシアの映画を一切締め出そうといったことに対して非常に批判的な態度を取ったわけでした。で、かえってウクライナ映画協会から締め出されるといったことが起こったわけです。ですから彼はその戦争にはロシアが悪いってはっきり言ってます。ロシアが悪くてウクライナは頑張って抵抗していると、自分はウクライナを支持していると言いますけども、同時にそのウクライナの中で極端なナショナリズムが高まることはやっぱり自分はおかしいと思うと、まあ、それをはっきり言う人ですね。まあ、ちなみに彼は母語はロシア語ですね。だからウクライナ人の意識よりは、やっぱりまあどっかロシア文化を身につけた、国際人という意識が強いでしょうね。今はもうベルリンあたりを拠点としていると思いますけど、ね、私はいろんなインタビューなんかで Zoom ですけど3回彼の通訳やりましたけども、彼のインタビューの通訳やりましたけども、まあ、とにかく自分は流されたくないということを言っている人でした。それでまあもし世の中がどん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 流される方向に行った場合、あなたはどうするんですかって言ったら、自分は まずは図書館に行くと、もう一つは自分にはカメラがあるからカメラを持つと、そうすれば自分は流されないということを言っている、まあ、そういう人でした。それでですね、まあ、キエフ裁判については、まあ、私自身そのサニーフィルムで出した、プログラムにも解説書きましたから、機会があればそっちも見ていただきたいと思いますけども、ね、今日まあ残りの時間でちょっとお話したいのは、このキエフ裁判っていうのは、ソ連の戦争裁判の中でどれぐらいの位置を占めるのかということです。私は歴史学ですから、ちょっとまあ他のことも調べてきたわけですけど、これは別に唯一の戦犯裁判ではないんですね。で、私のですね、院生で松本由紀子さんという人がいて、彼女がこの前報告したのをちょっと、まあ、資料を拝借してきたんですけども、一番早いのは43年です。43年っていうのはもうソ連が押し返し始めて、一部の、町っていうのはもうナチスから解放されるじゃないですか。そうするとそこで早速、このような裁判やってるわけです。一番早いのはクラスノダールといって、ロシアのかなり南の方の町です。もうウクライナと近いようなところです。だってやっぱり43年にはウクライナのハリコフなんかでもやっている。で、次に45年の12月、だこれはもう45年の5月にはナチスが負けて、8月には日本がまあ降伏しますから、戦争終わってるわけですけど、45年12月に、レニングラードとかでやってます。まあ、いくつかの町 でその後に46年1月のこのキエフの裁判が来るんですよ。だから、まあ、3つ目のなんていうかサイクルなんですよね。で、この時はキエフの他にバルト三国のリガとか、あとはベラルーシのミンスクとか、そういうところでもやっています。で、その後47年にセバストーポリとかですね、その辺りでやってると、まあ、こんな感じです。で、おそらく大体同じような裁判だったんでしょうね。で、大体その各裁判で平均12人から14人ぐらいが裁かれたということです。でですね、ロシア語の資料というか、まあ、映画なんですけども、43年の一番早い時期のその裁判に関してはドキュメンタリーフィルムがあるんですね。人民の裁きっていうのがあるんですよ。プリガボールナローダっていう、プリガボールが裁きとか判決でナローダっていうのは人民のですから、人民の判決で、これはYouTube なんかで見られるんですよ、ね、ちょっとまあロシア語ですから調べるのは大変かもしれませんが、とにかくそういう映画があります。で、短いドキュメント映画でして、で、この映画、この裁判のドキュメント映画は被告はですね、ドイツ人ではないんですね。今回のキエフ裁判はドイツ人ですけども、クラスノダール裁判ではソ連人の中の、まあ、ドイツの手助けをしてた人たちが裁かれる、まあ、敵の側についてしまった裏切り者になった人たちの、裁判であります。で、まあ、大体同じようなことですね。証言があって、あそこで拷問されていたとかですね、子供たちが連れて行かれたとか、まあ、非常に悲惨な話があって、それでまあ死刑判決が大体下されると。で、処刑の仕方も同じです。トラックに乗せてっていうですね、あれはまあある意味すごい簡便であるし、公開処刑のやり方としては便利なんでしょうけども、まあ、ある意味その、まあ、死者への尊厳ってことでは一番低いでしょうね。トラックに乗せてそのままトラックがこう出発することで首を絞めて殺すっていうのはね、まあ、恐ろしい殺し方だと思います。で、そのクラスノダールのドキュメントでちょっと面白かったのは、処刑の後のシーンも映ってるんですよ。で、処刑の後で何やってるかっていうと、集会が始まるんですね。演説者が出てきて、まあ、その映画では女の人でしたけど、まあ、おそらく共産党の活動家なんでしょう。共産党の活動家が出てきて、まあ、我々はその正しい裁きを下したとかですね、敵に対して団結しなきゃいけないとか、その他のことを演説すると。
あと報道陣がやってきて、その地元の人にインタビューしてます。あなたはあの被告の近くに住んでたらしいですけど何か聞きましたかとかですね。でまたそのおばさんがいろいろまあ恐ろしいことがあったとか証言するというようなことをやってて、だからおそらくこのキエフ裁判でも映画自体はもう処刑が終わったところで、なんというかもう恐ろしい余韻を残して終わりになりますが、まあ、当然何か集会をやったりですね、アジ演説があったり、報道陣も来てますから、まあ、そうした取材なんかもやっていたんだろうなという気はいたします。まあ、ネットで見られたのはそれだけですが、おそらく他にもポケット映画はあるでしょうね。でですね、さらにですね、そのここまで上げてきた裁判というのは基本的にドイツ人、まあ、ナチス関係なんですけども、じゃあ日本はどうなのかということになってきます。日本は45年の一番最後8月にね、あの長崎に原爆が落とされると同じ日にソ連は参戦しますよね。直前にそして満州に侵攻してきますから、関東軍の人たちはどん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 捕まっていくわけです。シベリア抑留の、まあ、出発点ですけども、それで日本のその要するに軍人たちも、まあ、同じように捕まっていて、その裁判はあるんですよ。まあ、これもあの日露関係関心がある方はご存知かと思いますが、49年です。49年にハバロフスクでやってます。ハバロフスク裁判で、ハバロフスク裁判はですね、49年の12月にやるんですが、先犯になるのはあの731部隊の人たちです。最近ですね、最近で人体実験した人たちです。で、731部隊の人たちといっても、あの一番首謀者たちはむしろそのアメリカが捕まえて、いるわけなんですけども、この裁判に先立ってソ連としてはやはりその731部隊の実験の結果を知りたいので、重要な実験ですからね。それでアメリカと情報を共有したいってアメリカに持ちかけるんですよ。で、ところがアメリカとしてはやっぱりそれは自分たちだけで独占したいので、ソ連の申し出は跳ねつけます。そしてその731部隊の首謀者の、まあ、石とか言いましたよね、彼らに対して、要するに裁かないからその代わりに情報提供しようという取引をやって、かなりの情報がアメリカあるいは戦後の日本の医学に流れているんですけども、でソ連はですね、その731部隊の重要人物たちの情報がアメリカの拒絶で得られなかったので、まあ、ある種ソ連の対抗措置のような形で、ソ連に抑留している関係者の公開裁判をやったわけです。まあ、ソ連側としてもこうした犯罪は許せないぞというようなことをデモンストレーションしたんだろうと思います。で、その被告はその最後の関東軍総司令官である山田乙造とかですね、そうした人たち12人が、先犯です。あとは関東軍軍医部長とか関東軍獣医部長とかそうした人たちです。で、ただこれはあのナチス裁判と違ってですね、死刑が出てないです。最長でも25年刑です。最長25年刑で、それで、まあ、大体その56年にあの日ソ、平和条約ですか、あれは結ばれると、日ソ国交回復しますと、シベリア抑留から戻ってくる、あの許されるという人が、多かったということですね。ただ、まあ、ハバロフスク裁判というのは日露関係では非常に重要な裁判があります。で、ハバロフスク裁判がですね、興味深いのは、裁判自体は49年だったんですけれども、最近またこれが蒸し返されているんですね。決して過去のものとなってないわけなんです。というか、まあ、過去のものとなっていたんですけども、要するに2014年にクリミアをソ連、ロシアが併合して、まあ、日本もまあかなり緩かったですけど、一応経済制裁やったりして、まあ、だんだん日露関係が厳しくなっていくという中で、2021年の9月、21年ですね、コロナの真っ只中、もう首相は安倍首相で亡くなっているわけですが、ハバロフスクでフォーラムをやってるんですね。要するにハバロフスク裁判を検証しようということをやってるわけです。で、検証といっても今更何か真実が出てくるという話ではなくて、要するに日本がこういう非人道的なことをやったのを忘れるなと、我々は忘れてないぞと。で、要するにだんだんその第二次世界大戦が風化していくかもしれないけども、第二次世界大戦の結果としてソ連が大国になったと、あるいは国際連合の常任理事国になったと、あるいは北方四島というのは我々が手に入れたと、これは動かないからなという、まあ、ある種のデモンストレーションですよね。まあ、そうしたことがあの2021年9月に起こっているので、ですからその45年前後のこのキエフ裁判にしてもハバロフスク裁判にしても、必ずしも完全に過去のものとなったわけではないということは言えると思います。まあ、キエフ裁判にしてもですね、
さっき言った私が言ったインターネットで見たっていうのはいろんな資料が上がってるんですよ。最近です。最近になって上がってるわけです。でロシアはひどい目にあったってことを改めて、プーチン政権は強調しているわけです。まあ、もちろんひどい目にあったのは事実ですから、ナチスがソ連にやったことはひどい蛮行でありまして、それに対してソ連側あるいはロシア側がですね、我々はこう今でもそれは忘れてないということ自体には、まあ、もちろん正当性はあります。でただ問題はですね、どうなのかというのは要するにそのソ連とナチスの関係なんかもですね、やっぱり時間が経つにつれていろんな見方が変わってくるところがあると思います。とりわけ今回22年に、ウクライナとの戦争が始まってますから、ある種プーチンのロシアがやってることが、まあ、侵略戦争をやってるものですから、まあ、ナチスと似たことをやってるわけですよね。でそうするとそれまではですね、それまでというか基本的には、戦後世界秩序っていうのはやっぱり今ナチスに対してソ連が戦ってソ連が勝ったんだと、もう何百万も犠牲者が出してスターリングラードの戦いとかやってですね、ソ連がナチスを倒したんだから、まあとにかくスターリン体制は非人道的だったかもしれないけどソ連は本当に戦ってよく頑張ってくれたと、あるいはナチスに対してソ連の勝利っていうのは人類史的に偉大だったっていうふうに、まあ思うのが一般的だったような気がします。私はそう思ってました。まあ今でもそこはそう思ってるんですけど、ただですね、第二次世界大戦が始まるのは1939年9月ですね。39年9月に始まるわけですが、ナチスと、ソ連の戦争が始まるのは39年すぐじゃないわけです。39年8月かな、8月に独ソ不可侵条約と結んでますから、ドイツとソ連、スターリンとヒトラーが手を組むわけですよね。まあ、少なくともお互いに攻撃しないと、でお互いに攻撃しないっていうふうに、まあ、背中をもう防御したものだから、ヒトラーはポーランドに侵攻していくと。それで、スターリンも少し後になってポーランドに侵攻していくと、でポーランドを東西で分割するということをスターリンはやってるわけです。これが39年の夏ですよね。で2年間ぐらいそういう状況が続いた後に初めてヒトラーはもうヨーロッパ大陸もだいぶ制覇したし、これからいよいよスターリンを倒そうっていうのでですね、41年の6月にナチスとソ連の戦争が始まるわけですから、まあ、そこから先は、まあ、ソ連はよく頑張ったってことになるわけですけれども、まあ、39年から41年までの、まあ、2年ぐらいですか、に関しては、どうだったんだということは当然問題になってくる。まあ、従来も、ね、問題になってたんでしょうけど、やっぱりどうしても、第二次世界大戦がソ連に勝ったっていうのが大きい前提だったですが、これからは、そんなにソ連っていうのはファシズムの被害者だけと言えるのかっていう声は当然高まっていくと思います。でプーチンもそこはよく分かってるもんですから、歴史の解釈っていうのを彼は打ち出してくるわけですね。つまり、39年の8月ナチスドイツと確かにソ連は独ソ不可侵条約を結んだけども、まあ、それはあのナチスから防衛するためには仕方がなかったと。日本と もう日本も満州事変とかやってね、もうノーモンハン事件もありましたから、日本が攻めてくるかも分かんないと、日本とナチスに挟まれたら大変だから、でドイツも、フランスもイギリスもナチスと戦う本気の姿勢を見せなかったから、仕方なかったんだという、まあ、ことはまず言います。まあ、これは少しは分かります。もう一つ最近プーチンが、最近というかここ10年ぐらいかな言ってるのは、そもそも第二次世界大戦が39年に始まるのはヒトラーがポーランドを侵攻したからじゃない、ヒトラーが悪いわけじゃないっていう議論ですね。むしろポーランドが悪かったんだっていう話になってくるわけです。ポーランドが、ヒトラーに対して非常に曖昧な態度を取っていたと。つい先日もアメリカのジャーナリストがロシアに行ってプーチンにインタビューしましたけれども、カールソンって人が、カールソン、彼にもそれは言いましたね。要するに、39年の独ソ不可侵条約に先立ってまずチェコスロバキアが犠牲になるわけですよね。チェコスロバキアがナチスによって、バラバラにされていくわけだけども、ポーランドはその時に、実はちょっとやっぱりチェコスロバキアの領土を取ってるんですね。つまりその段階ではチェコスロバキア解体にポーランドも加担してるわけなんですよ。で加担してるんだけれども、あのヒトラーが、まあ、ポーランドと我々は仲良くしたい、仲良くしたいから、そのためにはその第一次世界大戦でドイツからポーランドに移ったダンツヒのあたりを、グダンスクですね、ブリキのタイプの部隊ですけど、あのあたりを我々に返してほしいってことを言ったのに対して、ポーランドはそれは嫌だと。つまり一方ではヒトラーと組んでチェコスロバキアの領土を奪いながら、他方では、ダンツヒに関してはこだわったと。で従ってヒトラーとしては
もうその弾圧費を返してもらうためにはポーランドに侵攻する以外にはなかったんだと、悪いのはポーランドだっていうことをプーチンはまあ言ってます。まあ、これは要するに今回のウクライナ侵攻と重ね合わせてるわけですよね。自分たちはウクライナを占領する気なかった、攻める気なかったんだけれども、あのウクライナ側の出方が非常に良くなかったから、中途半端だったから我々は攻勢取れなかったんだということなので、私は全然正しいとは思わないんですが、ただいずれにしても、第二次世界大戦の開戦プロセスみたいなものがですね、今またその歴史上の教科書に完全にもう書かれる問題ではなくて、またまた議論が出てきてしまうと。そうなってくると、じゃあこのキエフ裁判なんかもどうやって見ればいいかと、ナチスに対してソ連が勝った頑張ったということであれば、まあ、国家裁判であり処刑は残虐だけども、まあ、そうは言ってもまあソ連も苦しんだからやむを得ないという見方もあると思うんですが、しかし、結局ソ連もですね、ナチスと組んでた時代もあるし、スターリンのまあ恐ろしい体制であるとも変わりなかったじゃないかというような話がより強調されてくれば、よりこの国家裁判の残虐性というものも強調されるかもしれません。もちろんそんなこと関係なしにね、あらゆる死刑というのは恐ろしい、あらゆる国家の権力のむき出しの状態というのは恐ろしいという考えもあるわけですから、それは見方は人それぞれですけれども、とにかくその歴史の見方がですね、まあ、刻一刻と変動しているような状態だと思います。まあ、それとにかくですね、もともとロズニッツァがこの素材としたドキュメンタリーフィルムは死刑をまあ撮ってるわけですけども、何か死刑を批判するために撮ってるわけじゃないわけですよね。むしろ死刑を正当化する、いかにナチスがひどいことをしたかと、いかに、ソ連国家は被害者になったかということであるし、さらに言えばソ連国家の正当性を、デモンストレーションすると、あるいはソ連国家の強さをですね、圧倒的な強さを見せつけるための映像としてドキュメンタリーは撮られてるんだと思います。だから普通死刑に関する映画といえば、まあ、大体その死刑制度に対してある程度批判的な観点から撮ることが多いんじゃないかなと思いますが、まあ、例えば東京裁判なんかもですね、あの映画も、別にその日本軍の、ね、蛮行を肯定することは全くないわけですけど、そうは言ってもやっぱりそのいろいろといろんな、まあ、無情なところもあるっていう感覚が出てると思うんですけど、この元になったフィルムっていうのは、全面肯定ですね、死刑全面肯定ドキュメンタリーなんだわけなんですよ。私がインターネットで見たその人民の裁きなんてのはそうなんです。でこれをロズニッツは見つけてきて、彼はそれを、まあ、ある種逆転させるわけですよね、素材を、まあ、組み合わせて、まあ、彼ちょっと音は新しく入れたりしてるわけですけども、それで、まあ、俳優とかにやらせてます音は、ね、結構、でも今回の映像は多分かなり元の映像の音残ってると思いますけども、それで死刑に対する、非人道性を浮き彫りにしてるわけですから、まあ、その分ロズニッツの姿勢っていうのは、元の素材がですね、死刑肯定なだけに彼の死刑反対の気持ちというのはより浮き彫りになることは間違いないと思います。あとちょっとまあ今はもうあまりいつまでもしゃべりませんけども、東京裁判とか、あとナチスを裁いたニュルンベルク裁判、連合国のあれは基本的にはその国内法で裁いてないですね。人道に対する罪みたいなのを設定するじゃないですか、まあ、それがいいか悪いか別として、ある種なんか普遍的な人道の基準から言ってナチスは許せないと、あるいは東条英機は許せないとやったわけですが、今日のこの裁判、あるいは他のソ連の裁判というのは、ご覧になって分かる通り、国内法で裁いています。ウクライナ共和国何法何条ってやってましたけども、だから何かソ連の外にある超越的な基準を設けるんじゃなくて、とにかくソ連がひどい目にあって、ソ連の要するに何もう最大の正義を体現する社会主義国家ソ連のその法律でこいつらを裁くんだと、まあ、そういう論理なんですよね。ある種、まあ、内向きに完結している論理の映画でもあるということは言えます。ちょっととりあえずこれぐらいで一旦切ろうかなと、はい、ありがとうございます。少し時間あるかな、もしとても刺激的なお話だったので質問がある方ありましたら、いきなりっていうのはなかなか大変ですけど、はい、どうぞ。うろ覚えなんですけど、ウクライ、ナチスが攻め入った時に、ナチスにウクライナの一部の人たちが歓迎したっていう事実がありましたよね、はいはい、その辺のことっていうのはこの映画の中でどうなってるんでしょうかね。多分この映画ではそこは出てこないわけなんですよね。ただそのバビアルコンテクストって方を見るとそれは出てくるわけなんですよ。つまりそのヒトラーの肖像画をまたひってがしてスターリンに変えたりですね、逆にあったりしてて、
で、しかもそのナチスの体制の下でこれまで共産党の偉い奴らだったっていうんでユダヤ人を一緒に虐待したりするじゃないですか。で、そういう点っていうのは今のウクライナの人にとってはあまり見たくない状況ですよね。で、ロズニツはそれを見るわけですよね。で、それはやっぱりそういう面も含めて見ていかないと、その過去に自分たちがちゃんと過去を見なければ、スターリンやヒトラーのことも批判できない、プーチンも批判できないぞっていうのがロズニツの立場ですから、まあ立派なんだろうと思います。まあ、もちろんですね、例えばそのナチスを歓迎したという場合でも一般庶民にしてみたらば、スターリンにも苦しめられていましたから、ナチスが来たら少しマシになるかもしれないと、集団農場が解体されてよくなるかもしれないとか思いますし、あと特にヒトラーと組んでソ連を倒そうと思っているナショナリストもいますからね、まあ、それはまた歴史上評価を考えなきゃいけない。で、一つ思い出したのはそのナチスが、41年の、6月から戦争がナチスがそのソ連を攻めてくるとキエフとかがまだんだん占領されるわけですが、日本のジャーナリストが入るんですよ。要するに日本とナチスって当然組んでますよね。で、そうするとですね、ヨーロッパ、パリとかにいた、まあ、朝日新聞とかの記者がそのナチスの斡旋で、我々がいかにそのソ連を人道的に管理してるか見せるから来てくださいっつって、で、当時の朝日新聞縮刷版とか読むとパリの記者がウクライナに入ってます。それで集団農場がもう解体されて、農民たちが自由になったとか、そういうのを見るんですけども、そしてやっぱね、朝日の記者とかもね、結局なんかこのウクライナ人たちってのは田舎の人たちであって、ロシア人とは違って、なんというかその常に権力に虐げられている、そういうような弱い人でしかないと、まあ、主体性がないってことを言うわけですよ。だからウクライナ人っていうのは所詮は、怠け者であると。だからまあこれまではスターリン、ロシア人にいいようにされて、これからはドイツ人の指導に従うんだろうというような軽みというか軽蔑してるんですね、見えるので、まあ、そういう点ではナチスドイツとソ連のあとウクライナの問題というのは、ユダヤ人の問題というのは、日本もある意味ウクライナ人を軽視する形で関わってきている点も、まあ、せっかくですので、最近面白い資料を読んだんですからぜひ言いたいと思いますね。どうもご質問ありがとうございます。他にありますか。はい、どうぞ。お話の最初の方で、この映画は傍観者っていう問題を扱っているとおっしゃってましたけど、この我々映画を見る観客もまたこう時を隔てた傍観者なわけで、その歴史学者的な見地からこう歴史を映したドキュメンタリー映画を見る時のこう観客のあるべき姿勢みたいな、どうお考えですか。いや、本当にまあその通りなんですよね。だからこの映画の場合にはすでに皆さんこの死刑映画週間というかなり傍観者的ではないですね、キャンプある種 の枠の中で来てますから、すでにある種そのいや自分は何がしかを考えたいというね、つまり傍観者じゃないから来られているわけで、そういう意味では何がしかを得られると思うんですけど、まあ、他の例えばアウステルリッツとかですね、他のロズニツの映画なんかはなんか当時のソ連はひどかったなとかですね、なんかナチスの観光客の連中いい加減だなとか、それだけで終わっちゃう可能性もあるんですよね。でもやっぱりロズニツが見てるのは実は私たちでもあると、それをおっしゃる通りですもん。まあ、でも本当のいいドキュメンタリーってのは全部そういうもんだと思いますね。我々自身が何を見てるかということが問題だということ、まあ、ロズニツは、非常にはっきりとそれを出していると、そうなんだろうと思います。ご質問ありがとうございます。はい、そろそろよろしいですか。どうしてもという方もう一人でもあれば。はい、どうぞ。この映画で当然その裁判はロシア語が中心になって進んでいくわけですよね。で、被告たちの弁論とかそういうのはドイツ語で被告人が喋って、それをロシア語に翻訳するっていう作業が行われたと思うんですけど、その通訳の人たちっていうのはきちんとその公正な立場があったというか、なんでしょうね、公正な役がきちんとされてた。ありがとうございます。あいにく私はドイツ語ができないものですから、そこの判断というのは曖昧になりますが、ただですね、先日そのドイツ紙、あれは渋谷さんだっけな、ドイツ関係の側からロズニツさんによくコメントされている先生と一緒にお話する機会があって、彼はドイツ語を聞けるわけなんですよ。そうすると通訳は一応内容は伝えてるんだけども、やっぱりニュアンスは落ちてるっていうんですね。つまりドイツ人一人一人はやっぱりもうちょっと自分だってこんなことやりたくなかったんだとかですね、仕方なかったんだってことをもうちょっと丁寧に
言ってるんですよ。ところがやっぱり通訳だから、まあ、そこまで訳さなくてもいいやって気持ちもあるし、あるいは通訳の力の問題もあるでしょうし、どうしてもそこは落ちちゃうんですね。なので、一番面白いのは多分そのドイツ語とロシア語と全部きちんと字幕つけて照合すれば、おそらくかなり微妙なズレはあるはずです。だからそういうことだから、ね、そういう意味では、ね、被告人たちは明らかに不利なんですよ、この映画。もちろん彼らはもう死刑になっても仕方ないようなことをやってきたわけですけども、まあ、死刑にしても仕方ないというと死刑肯定で、死刑制度が肯定されているという前提のもとでは、その死刑になっても、それは対応するようなあの行為をやってきたということになるわけですが、ただ、弁護人もいい加減でありますし、あるいはハバロフスク裁判、さっきの日本の731部隊の裁判でも、弁護人たちはですね、要するに、彼らは日本帝国主義の手先だから、一人一人は駒だったっていうイデオロギー的なことは言うけども、まあ、それ以上のことは言わないわけですよ。ですから、被告人たちは、ひどいことをやったけれども、すでに無防備な状態ですからね、無防備な状態の人間をみんなでこう寄ってたかって笑い物にして、処刑するってわけですから、もうそのしく残虐な、映画でもあると。ということは言えますね。まあ、通訳の問題っていうのは、まさになんかその、そういう通訳を設定して、それで良しとしているある種の一方的な状況っていうものがよく物語れていると思います。ありがとうございます。はい、じゃあそろそろ時間ですので、これで終わりにしましょうか。池田さん、どうもありがとうございました。